はい、どうもご視聴ありがとうございます。深海転生ということで、こちらのゲーム、人生に絶望した主人公の前に、転生案内役のこのキャラクターですね、おそらくここのトップ側にいる子なんですが、この子が現れて、質問に答えると何に転生するかを決めてくれるみたいなゲームだそうです。ということでやっていきましょう。うまくいかない仕事、うまくいかない人間関係、うまくいかない人生、何をやってもうまくいかない、だから死ぬことにした。あっさりと。ここから飛び降りれば落下の衝撃で死ななかったとしても下海だ。いずれ間違いなく死ぬ。でもその死に方やだな。何をやってもうまくいかない俺だけど、死ぬことだけは失敗しない、そんな気がした。そういう根拠のない自信に身を任せるから何をやってもうまくいかないんやで。あー落ちた。激しい痛みの後、全身が海水に包まれるのを感じた。このままならそう時間をかけずに死ねる。ちょっとそこのあなた、誰かの声が聞こえる。走馬灯のようなものか。あれ聞こえてませんか。あなたですよ。幻聴なんて無視しよう。苦しくなってきたからもうすぐ死ぬはずだ。いや苦しくないのは、私が出した泡であなたを包んで呼吸を確保してるからです。やっぱり失敗した。申し遅れました。私は深海世界転生案内役のカジホと申します。カジホちゃん、よく喋る幻聴だな。幻聴じゃないっす。私はあなたのような方を探していたのです。この世界で誰にも必要とされず、いなくなっても誰にも迷惑がかからない、まさに適任です。バカにしやがって。よく喋る上に失礼な幻聴だな。もう幻聴ってことでいいんで話聞いてもらえます。私はこの世界の深海からつながってる異世界、深海世界に転生したい人を案内する仕事をしております。深海世界。深海世界では、この世界で深海生物と呼ばれている生き物の特徴を備えた種族がたくさん暮らしてるんですよ。深海世界は今人口が減ってまして、共生相手を見つけたくても見つけられないっていう人が山ほどいるんですよね。共生相手だから、この世界で生きづらいなって人を誘って深海世界に転生してもらおうっていうのが私の仕事なんです。ああなるほど、生まれ変わるとかじゃなくって転生するのか、異世界転生に近い感じ。ただ今までの生活全部捨てて別の世界に来てくれて、意外とみんな乗ってくれないんですよね。だからあなたのような全部捨てて死んじゃうって人はとてもありがたいです。このまま何にもならず死んじゃうの本当は嫌ですよね。深海世界に行けばあなたを必要とする共生相手が見つかるのですよ。まあ肉体は共生相手の希望に合わせて作り変えられますが、どっちみち元の人間の体じゃ深海世界で生きていけませんし、些細なことですよね。まあ、それは確かに些細なことなんだけど、死にたいっつってんのにね、なんか嫌だな。ぴったりの共生相手とマッチングするための質問に答えてもらえますが、よろしいでしょうか。もう完全にお前のペースだな。やだな。お前のペースで物事が進むと思うなよ。やだ。そんな。でもあなたこのままだと死んじゃいますよ。私と一緒に行きましょう。ね。やだ。本当に死にますよ。溺死してフランシュタインになって両網に引っかかって、たくさんの人に迷惑をかけますよ。嫌でしょ。もうその覚悟の上じゃ悪いことじゃないから、私と深海世界に行きましょう。絶対に嫌だ。仕方ないですね。無理やり止める権利も義理もありませんし、もう私が作った泡を持ちませんしね。ではさようなら。もうダメだこれやって。もう次行きましょう、次って感じだな。東尋坊で。幻聴は去っていった。静かになった周囲から水が流れ込んで、体中の穴という穴に流れ込んできた。穴という穴に。ああ。ああ死んじゃいましたね、もったいない。これどうしましょう、魚の餌にしたら。乗りかかった船ですし、こっちで有効活用しましょうか。有効活用。ん？誰君、カブトガニみたいな。掃除屋の皆さん、食材の配給です。オオグソクムシか。はいな、いつもありがとうございます。こちらこそいつも海底をきれいにしてくださってありがとうございますですよ。俺にもっと豪華な食べ物を用意したいのですが、こんなものしか持ってこれませんで。いえいえ、どんな食べ物でも寄生はありません。それ千のやつに言う言葉だ。この方が亡くなって案内屋さんが運んできてくれたおかげで、我々は明日を生きられるのです。綺麗に解体して皆で感謝していただきますわ。あなたがいいならいいんですけども。物事に寄生はないって言う時絶対線の方だからな。死体になって初めて誰かに必要とされるなんて、幸運なのかかわいそうなのか。ああまた適当な自殺志願者に声かけなくちゃいけませんね。エンド5、オオグソクムシの食料になる。これが俺の転生後の運命というか、今世後の運命、今世での運命。じゃあはい、ということで、では適した共生相手とマッチングするためにいくつか質問します。あなたはインドア派ですか。じゃあちょっと真面目に答えてみるか。じゃあインドア派です。インドア派とそうでないなのね。インドア派とアウトドア派じゃないんだ。インドア派なんですか。だとすると会えそうなのはあの人ぐらいでしょうか。
一つしか質問してませんけど、インドア派にいろいろ条件つけて無理に外出ろっていうのも酷ですよね。そんなにガチガチのインドア派じゃねえぞ。では早速深海世界に行きましょう。少し息を止めてください。そんなに引きこもり、絶対外出たくない、やだやだ、ヤドカリやだやだじゃないんだよ。到着です。じゃあ私はここで失礼しますね。ここは一体何なのだろう。部屋のようだが、俺をここに呼んだ人はどこにいるのだろう。俺の姿どうなってんの。ちなみに、あら、普通の女の子。あなたが俺をここに呼んだのですか。え、違います。あなたこそ私を呼んだ人ではないんですか。お前も転生組。いえ、俺は元いた世界で死のうとしてここに連れてこられたんですよ。お前もロンダしてんの今。え、じゃあ私と同じですね。私エミリって言います。転生な社仲間のエミリ。私を必要としてくれる人がいるってここに来たんですけど。うーん、ダブルブッキングみたいなやつでしょうか。そのうち俺たちを呼んだ人が来て説明してくれるかもしれませんし、少しここで待ってみましょうか。確かにね、おあつらい向きに布団も2つあるし。そうですね、これも何かの縁ですし、お話でもしながら待ちましょうか。お話ね。それからエミリとはいろんな話をした。彼女は子供の頃から続けていたスポーツができなくなって将来を悲観して自殺したよ。そうだ、お前も自殺組なの。深海世界転生案内役に声をかけられて、誰かの役に立てるならと話に乗ったらしい。彼女と俺はどこか似ていて、どんな話題でも話が弾んだ。時間を忘れて俺たちは話し続けた。ふと空腹を覚えると、いつの間にか部屋の中に食事が用意されてた。おお、ありがたいっす。ここにいれば生活にも話し相手にも困ることはない。ここから出ようという気は時間が経つにつれてなくなっていった。出れないしな。でもこんな狭い部屋で二人っきりちょっとしんどいな、いくらなんか話が合うとはいえ。あ、こんにちは、どうですか。私が連れてきた元人間のペアは。元人間のペア誰？回廊洞穴、知らん生き物。仲良く暮らしてますわ。やはりペットは癒されますわね。ああ、そういう感じね。なるほどね。しかしわかんないですね。単独では生きていけない生き物をカゴに入れて飼育するなんて、あなた何の得もないでしょ。そんなん言われましても。そんなことありませんわ。見ているだけで楽しいですわよ。それに自分の手なしでは生きていけない弱いものって可愛いじゃありません。このまま死ぬまで私の檻の中で守って差し上げるんですよ。ゾクゾクいたしませんこそ。まあ普通に魚と人間が逆になったパターンって感じってするけど、まあ他人の趣味を否定するのは無粋ですので、これ以上言いませんが。ではこれにて依頼完了ということで、私はもう行きますね。もし死んじゃったらまたお願いしますわ。エンド1、回廊洞穴娘のペットになる。ペットになっちゃったね。つがいとして飼われてるからな、いずれ子供が生まれるな。あららら、ら子供を作っちゃった、どうしよっかなって、大変だって、どっかにお裾分けしましょうって。インド派ではない、そうでもないですって。頭と体をフル回転させてアクセク働きたい方ですか。そこまでも言ってない。何にも考えずにぼーっとしていたい方ですか。あー、働きたいか何も考えたくないか。じゃあここで働きたいってしたらなんかまた行きそうだな。じゃあ働きたい、俺はもう働きたい。一度死んでまで働きたいんですか。変わってますね。ではちょうどいいんで、うちの同僚に合わせてみましょうか。同僚。では早速深海世界に行きましょう。少し息を止めていてください。同僚さんはどちら様でございますか。ゆいかさん、深海世界で働きたいっていう変人を連れてきました。うん、イカちゃん、幽霊イカね。うん、君ここで働きたいの。ここでっていうか、自殺しようとしてたくせにバリバリ働きたいらしいですよ。死んでまで働きたいんだ。変だね。幽霊イカってどういう生き物なの。僕たちは深海世界と他の世界を行き来して、深海世界に来たい人を連れてくるのが仕事。深海世界の人のためだけじゃなく、元の世界でうまく生きられなかった人も救う大事な仕事だよ。君にできるかな。できます、やります。もう本人が働くって言ってんですから、やらせておけばいいじゃないですか。そんなに気負わなくても、適当な私やのんびり屋のゆいかさんでも務まる仕事でしょうに。おい、なんか言うね。物理的にこなせるかどうかと精神的に務まるかどうかは違う。あ、そう、やっぱ精神的きついの。まあ最初は僕の下についてやってもらうから心配いらない。お、先輩ありがとうございます。頑張って立派な転生案内役になろうね。おお、お前も幽霊かな。じゃあカジホさんは。こうして俺はゆいかさんの元で転生案内役見習いになった。話を聞いてくれない人間がほとんどだが、それなりに楽しく仕事している。昔の自分と同じように死のうとする人々を導く、こんな日々も悪くないと思う。仕事してる。あ、よかったよかった。幽霊イカ娘の部下となる。おめでとうございますということで。何にも考えたくないっすわ。
あ、聞き忘れてしまいましたが、あなたって人間でいうところの素敵な存在、男性でしょうか。ああ、そうですね、男です。男ですも、これもね、男ですと女ですじゃなくて、なんでそんなこと答えなきゃいけないんですかっていう、まずね、その二択じゃないでしょうという話なのかもしれませんが、じゃあ男です、オスでございます。なるほどなるほど、ということはあの人に合わせても大丈夫そうですね。どういう意味。では早速深海世界に行きましょう。少し息を止めていてください。異性だとやばいってこと、それとも同性じゃないとやばいってこと、ん、同性だとやばいってこと、どっちだろう。あ、女の子だ。まあ、あなたが、あ、食われるじゃん。ちょうちんあんこうってことは、ちょうちんあんこうってことは食われるやつじゃん俺。まあ、あなたがカジホちゃんが連れてきてくれた元人間の人、素敵な人で嬉しいな。私はアキ、よろしくね。鬼あんこうなのね。よろしく。終わった俺。早速ですけど俺は何をしたらいいですか。難しいことは何もしなくていいよ。あなたはただ私と一緒にいてくれればいいんだよ。さあ一緒に行こう。深海世界の街を案内してあげる。交尾したらだっけ。アキは俺と手をつないで街を案内してくれた。アキは明るくて優しくて非常に好ましい子だ。突然連れてこられて不安だったが、いい子に引き合わせてもらえてよかった。このままずっと手をつないでいてもいい、そんな風に思った。それにしても一日中街を回っていたせいで疲れたのか、なんだか意識が遠くなってきた。ん？なんだろう、頭がぼんやりする。体も動かない。そうだ、アキは？あれ誰君？知らない子だ。メンダコの表。わ、アキちゃんまた新しいのつけてる。あ、つけてる。それってモテるってことなんだよね。さすが。人を缶バッチみたいに言うなよ。えへへ、嬉しいでし。えへへ、すごいでしょ？間近でアキの声が聞こえる。それだけではなく、彼女の考えが伝わってくる。あー、やっぱり自己肯定感上げるには吸収したオスを見せびらかすのが一番だわ。他の種族がやってるような彼氏と彼女の関係みたいな煩わしさもないし、自分が優れた個体だって証明しやすいし、いいことずくめよね。深海世界生まれのやつは私たちの生態を知ってるから警戒するけど、他の世界から転生してきた人は無意識に無警戒に引っかかってくれるし、まあ何にも取り柄のないあんたをアクセサリーとして役立ててあげるんだから、ありがたく思いなさいよね。ひどい言いようだ。もうちょっと言いようがあっただろう。ちっちゃいあれが俺なのか。自分に好意を持ったオスを吸収して体の一部にする。アンコウ族の生態はいつ見ても摩訶不思議ですね。まあ何も考えたくないって言ってましたし、あれはあれで幸せでしょうか。本当に？まあ楽っちゃ楽か。鬼アンコウ娘のアクセサリーになる。じゃあなんでそんなこと答えなきゃいけないんですか。うん、何も考えたくない。自分のことも答えたくない。じゃあこっちにもやりようがないんですけど。まあ死のうとする人間なんてこんなものかもしれませんが、そんなんじゃ強制相手なんて見つかりませんよ。結婚相談所みたいだな、なんか。とりあえず深海世界に行きましょう。少し息を止めててください。じゃあ何になれるの俺は。俺のような偏屈者には何が向き、何に向いてますか。到着です。じゃあ私の仕事はここまでです。いいですか。私も同じ人間ばっかり構ってられないんですよ。あなたは死なずに深海世界で行きたいと言って、私はそれを叶えた。深海世界でどうしたいのかはあなたが言ってくれないのであれば、私たちの関係はここまでです。お前の質問ざるすぎたけどな。じゃあそういうことで。すげえ適当に仕事してんなお前。適当に質問して引っかかったやつにすぐ転生させてるもんな。あれ君一人なの。誰。ここら辺危ないよ。アンコウの女の子が吸収する相手を探しに来るし、あと他の生き物を捕らえてペットにしようとするやつとか。あ、そもそも僕のことも怖いよね。お前なんだろう、全然予想ができないな。怖くないの。変わってるね。緑色の目。なんだろう、銀ザメ。僕銀ザメなんだ。名前はサキメ。サキメちゃん。あ、サメじゃなくて銀ザメだから。サメ族とは全然別の種族なんだよ。どんな種族。僕ら目つきが変わってるのと種族名のせいでよく怖がられるんだ。本当はサメのみんなみたいな強い力なんてないのに。だからみんなを嫌な思いにしないように、こういう人の少ないところにいるの優しいね。君はこんなところで何してるの。わからん、俺は何してんだろう俺。本当にわからん。そっか、この深海世界でやりたいことがなくて見捨てられちゃったんだ。結構そういう人いるみたいだね。案内役さんには転生した後のことまではサポートしてくれない人もいるからね。あいつ仕事適当だったなマジで。君はここに来たことを後悔してる。まだわかんないか。でも僕はちょっと君に会った時嬉しかったよ。ああ好きになっちゃう。人間の世界出身で僕らを怖がらない人珍しいからね。え、これからどうするの。決めてない。まあそりゃそっか。おね、よかったら僕と一緒にこの世界を見て回らない。好きになっちゃう。最初から何をするかなんて決まってなくてもいいんだよ。いろいろ見てるうちに見つかることもあるかもしれないから。最初はどこに行こうかな。いろんな人に出会ってやりたいことが見つかるといいね。僕が僕を怖がらない君に出会えたみたいに、きっと君にもこの世界でいいことがあるから。
まあ元の世界よりは全然、お銀座娘と生きていく、生きていく、俺は生きていくわ。元の世界よりは全然いいんじゃない、銀座娘と生きていくだけなんだからね。え、仕事も学校もないよ、試験も学校もない。おまけ、生物図鑑スチル集、生物図鑑、あーこんな感じでね。あきちゃん、自分が優れた個体であると他の個体に見せびらかすのが何よりも好き、マーベラス。明るく優しく可愛らしく振る舞い、安心して寄ってきたものを吸収してしまう。これがあんこ、まあ有名だよな、あんこは割と有名な気がするわ。で、イカちゃん、のんびり屋さんだが、責任感が強い、深海世界転生案内役、カジホとは長い付き合いらしく頼みを聞くことも多いと。幽霊イカはまあふわふわしてるっていうぐらいかな。で、サキメちゃん、深海世界で暮らす普通の女の子、争いを好まない種族だが、争いを好まない性格だが、種族目の響きや白目が黒い変わった目のせいで人間界から転生してきた人には誤解されやすい。銀ザメはサメアエイとは別のグループである前頭類に属する軟骨魚類、わかりません、学名ではキメラに例えられる。へえ。スミカちゃん、スミカちゃんの生き物よくわかんないんだな。他の生き物を檻に閉じ込めて飼うのが大好き、自分の行いは弱いものを守ることであり、崇高で崇高で有意義で正しいことだと思ってる。回廊洞穴とは、繊細な骨片を持つガラス海面、なんだ、体内にエビのつがいが住み着く姿にちなんで、回廊洞穴から名付けられた。へえ、そんな生き物いるんだ。で、おこう、たくさんの仲間を引き連れて深海世界の海底を掃除する仕事をしている、見返りとして人間界の食べ物を支給されてる。オオグソクムシね、掃除するんだあいつらは。で、カジホちゃん、これ何なん、あ、クジラなの。面倒くさがりで適当な性格の深海世界転生案内役、世界を行き来する能力に優れてるため人間を連れてくる役目を担ってる。赤棒クジラね、クジラなんだ、ハクジラ、ハクジラの一種、別名カジッポだからカジホちゃんなのね。はい、ということで、深海転生でございました。あなたはどれに転生したいでしょうか、ということでね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。